発泡日本酒、発泡日本酒とは、発泡性のある、すなわち炭酸ガスを含んでいる、日本酒のこと。発泡性酒、スパークリング日本酒とも呼ばれる。また、活性と表示された場合、それが発泡を意味している場合も多い。無色透明に近い発泡性酒だけでなく、カスによって濁っているタイプも多い。太平洋戦争前から一部の酒蔵で生産されて、 いたが、長いこと注目されることはなかった。平成以降、消費者の思考の広がりとそれに合わせた酒蔵による日本酒の多様な展開の一環として、市場で脚光を浴びるようになってきた。2016年には発泡日本酒を製造する酒蔵各社により、淡わ協会が設立された。醸造方法や品質について、独自の基準で監査しており、 2017年4月時点で9つの酒蔵が参加している。フォーミュラ日本、スーパーフォーミュラや全日本ロードレース選手権など、日本国内のモータースポーツイベントの一部では、表彰式でのシャンパンファイトに発砲日本酒を用いている。製法には、シャンパンと同様の瓶内二次発酵方式と、炭酸ガス注入方式とがある。また、 絞りたての清酒には、養存炭酸ガスによる微発泡性を持つものもある。アルコール発酵が止まっていないもろみを火入れせずに、酵母が生きた状態で瓶詰めし、瓶内でさらに発酵を進めて、炭酸ガスを瓶内に閉じ込める方法。純米酒に用いられることが多い。この製法が、ワインに対するシャンパーニュと同等の製法である。アルコール濃度の低い酒に、 炭酸ガスを溶かし込んで製造する。純米酒の原酒で、水も加えていなければ、炭素ロ化もしていない酒が対象とするのに適していると、言われる。炭酸ガスを入れてから10日ほど経った時にもろみを絞り、もう一度酵母を入れて発酵させ、出てくる炭酸ガスを低温でそのまま養存させて出荷する。清酒や精致されていても瓶内で、 濁りが均等になっている発泡日本酒は同じく発泡性であるスパークリングワイン同様、海鮮前に揺らしたり振ったりすることは禁物である。品質の劣化や炭酸ガスの噴出を避けるため、海鮮には注意を要し、線を緩めて中から発泡してきたらしばらく様子を見ながらゆっくりと開ける。カスがビンテに沈殿している微発泡タイプの濁り酒では、 瓶を静かに揺らして、カスを拡散させてから注ぐことが推奨されている商品もある。ありがとうございます。